ちょっとあくびが出てしまわれた。いや、ストライクは熱すぎませんか。敵発見しました。ちょっとカットしてきます。エッサホイサホイサ寝起きバージョン、エッサホイサ、どうでしょうか皆さん。エッサホイサホイサ、この中にいんな分かってんぜ。なんならアーマーボックスぶち壊しちゃおうかなと。おはようございます、皆さんこんにちは、ハーセシンです。マジで目覚めて2分後に動画を撮っておりますということでですね、今喉ガラガラなんですけど、ちょっと今日はですね寝起き実況かましていこうかなと思っております。で今回コールオブデューティーウォーゾーンのね寝起き実況一発撮りということでですね、一発撮りということなので、今回久しぶりにですね元祖発進カスタムクラスを使っていこうということで、 MP7 ですね、元祖発進カスタムクラスの構成でございます。で HDR で元祖発進カスタムクラスの構成でございますということでいこうと思うんですけども、ウォーゾーンソロ行きましょう。 BR ソロズもう何位になろうともこの動画を、投稿しますということでですね、今日ちょっとほんま寝すぎたっすね、やってしまわれました。選手本来今この時間帯はこの動画を撮影してる、この時間帯は動画の編集をしてるという頭のスケジュールを本来この時間帯はですね動画の編集をしている段階のはずだったんですけども、ちょっと今日はスーピーに行かしてもらうっすよ。やっぱり寝起きはですね喉もそこまで温まってないので、ちょっとねテンション的にもねこの試合から徐々に温まっていこうかなと思っておりますね。けど今日はもう一発撮りなんで、温まりきる前にありがとうございました言って終わってる可能性も非常に高いということで、さあ果たして1位を取ることができるのか全力で狙っていこうと思います。キルムーブ一旦お休みしておこうかなと思ってるんですけども、もうそろそろマッチングすると思いますので、もう少々待機していきましょう。しマッチングしました、ものすごい勢いだ。さあマップはカルデラミッションバトルロワイヤル、戦利品アップグレード生存の項目が表示されています、よろしくどうぞ。ハセシンが今カルデラの戦場に、おおすごいぞ、舞い降りるでいくぜ。103人のスタート了解しました。パスパラシュル開いてパス、頑張っていきたいと思います。皆さんお付き合いのほどよろしくお願いします。もうほんまあれやな、お鼻声なるんですよ寝起き、寝起き鼻めちゃめちゃ詰まってまう。さあということで頑張っていきましょうか。どこに降りていくかって話なんですけども、ちょっとねピークに行って初動する可能性がある。今のこの寝起きのポヤポヤしてる状態ではちょっとこれは外していく、あえて外していきながら、どこに向かうかというとですね、まあ、その辺とかいいんじゃないかなと思いますね。この辺とか行ってみますか、いるんじゃないですかこの辺。あれはなんかパラシュートというかなんか降下してる時の音聞こえますね。その音は寝起きの外しでもさすがに判断することができると。はいはいはい、これいきなりサブマシンガン取っちゃっていいんすかこれ。ちょっとあくびが出てしまわれた。よしということで皆さん改めておはようございます。ハセシンが目覚めてまいりました。本格的にまだ声は本調子じゃないけどもね。いや、ストライクは熱すぎませんか。敵発見しました。ちょっとカットしてきまーす。エッサ、ホイサ、ホイサ。寝起きバージョン、エッサ、ホイサ。どうでしょうか、皆さん。エッサ、ホイサ、ホイサ。この中にいんな分かってんすね。なんならアーマーボックス、ぶち壊しちゃおうかなと。アーマーボックス破壊からのアーマーを割ってカットしていく。投げナイフいただきまーす。オープンザサプレットボックス。さあここからっすよ、いつも通りの。あら、そこの上で敵がバトルをしているという、赤い丸、そう赤い点が出ておりましたが、この辺にいることは間違いない。さあ緊張しますな、寝起きウォーゾーンは。寝起きウォーゾーンのスリルやべえぞ。車に乗った、どこ行こうというんだい。ちょっと逃げてしまう可能性があるな、敵の UAV が稼働だって。ショップで買い物してる可能性がある。あそこの奥にいるな、なるほど。
危なすぎる。よく勝った今の。まさかのマルチプレイヤーばりのダブルキルからのスタート。ダブルキルを序盤にしっかりとかましていく。今の非常に危なかった。よく乗り切ったな今の。新たなる車発見。ここから前に出るのは非常に怖いところであるが、止まった。取りに来るかこれを。投げナイフでカットしていくと。この建物熱すぎるだろう。なんだ、次から次へと熱すぎるこの建物が。なんだこの建物。敵の UAV が稼働。待ってくれ、熱すぎるくないかほんまに。うわすごい量です。あそこの建物周りだけで4キルぐらいしてるんですけど、5人目の敵も現れてしまいました。これは厳しい話です。石ころぽい。この 1V は絶対負けるわけにいかない。さあ集中していこう。時間だ、やつを打ちのめしてこい。よし、ハセシンの勝ちということで帰らせていただきます。戦場へ。もう少しでローダウトドロップが来ると思うので、どこに降りるかって話になってくるわけですが、あそこの車が止まったな。どこに行こうか迷いますね。非常にどこに行こうかな。でもキルペース的には結構早い方なんじゃないかなと思いますね。さあ皆さん、カルデラのこの青空を背景に外せんぶっ飛んでいきますよ。どこまで飛んでいくかって話になってきますよね。なるほどね。おお、ちょっとビーチヘッドライン行きますか。じゃあちょっと怖いコードになってきましたね。ロードアウトドロップ、これは道路のパターンかな。道路よし来るパターンですね。あら3つも来る。お待たせしてしまいました、ハース新カスタムクラス MP7&HDR。 お待たせ。これはかますしかないっすね。このカスタムクラスで0キルで終わる可能性も全然ありえるからね。それだけはマジでごめん。あらー、ローダードロップの赤い煙、これ危ないんで一回さ、あらー挟まれているよ。これ非常にまずいっすこの状況。取ってると予想。カットしていく。 HDR のこの倍率の安定感非常にいいでしょう。いや怖いっすねだよね。ありがとうございました。最悪だよ。40位かよ俺。ということで今回はですね、第1回お目覚め2分コールオブデューティーウォーゾーン1取れるか実況でございました。戦績的にはですね、順位的には40位で7キルでございました。いつかまたリベンジしたいと思います。それでもあ、来てる来てる来てる、これ多分さっきの人かも。もうね、あの裏いる裏いる。まだまだまだ。ナイス。ランチャーの弾持ってない、ランチャーの弾。やべ、多分これ多分詰めてきてますこれ。オッケー、こっち側 SR ね。クラス打ってオッケー、詰めてこないなんてことは。一人やった一人やった。ナイス。あ、詰めてきてる。あ、一人詰めてきてるな。あ、一人ヘイオラスね、右の。オッケーオッケー、ちょっとね。右のヘイオラタン。こっちやった。ナイス。あ、誰か自己損入ったかも。今のチーズになってない？なってない。なってないです。なってないね。なんか一人ね、緑ピンの方に離れてたって言ったから。はい。うますげえ。撃たれてるかも。うますげえ。はい。いやいや。ロケラン持ってていい？いや。持ってる。ロケランの弾持ってたら欲しいわ。うめ。行っちゃうか。うん、行っちゃういいよ。投げも投げていこう。スター投げるよ、カルミさん。ヤツらを麻痺させる。スター立ってないわ。あ、クラスター右。あ、こっちダウン、こっちダウンしてる。めっちゃ奥だ。どこだ？熱い熱い。あ、痛い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 。やってくる。うまっ。マジ？エムやべえわ。めちゃめちゃエムいいのこれ。最後や。全部当たるぞ、おい。これは高評価だね。ということで改めて今回ナイスファイト、次回にも期待してるぜと思っていただけたらですね、ぜひグッドボタン、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価の数はですね、本当に動画投稿のモチベーションの向上にガッツンつながるので、今回もワンタッチしていただけたらめっちゃ嬉しいです。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。